thank you 下の半分と2階の反対側の半分これを人が住めるように少し品物を入れるからそこに住んでしばらくの間集会所があくまではそこにいた方がいたらいいだろうということでやってくださいましたそういう納屋ですの2階ですから明かり取りの窓はあるんですけども。 ガラスが入っていないなんですねしたがって窓についている雨戸を閉める窓を閉めるということはすなわち雨戸を閉めるということで大変不自由な生活をそこでは1年と2ヶ月ぐらいですか、えー、しました。でそのトイレはどうしたかっていうと小さなあの半,半減四方の、えー、トイレを廊下の突き当たりに作ってくださいまして。 それが下までで抜けのトイレですね。2階で用便、えー、すると下までトーンと落ちるようなそんなトイレで子どもの頃の私は大変なんか自分が怒っちゃうんじゃないかというふうな心配で畑を母に貸してくれまして日常的な野菜などについては そっからあの得てましたただあの配給になるお米ですとか、えー、あるいはその動物質のものだとかいうようなものは配給になるのを待つで配給になったらその町,、ま、町場まで、えー、車はありませんから歩いて取りに行くと大体いい片道川崎にしてもご当地にしても母親の足で 1>, 1時間はかかったんじゃないかなと今思いますけどもねで母はお腹に子供がおりますから時にはそのおばさんの力を借りてお米を担いできたとか薄いけども血のつながりがあるということで大変あの、えー、そんなにあのよく話にあるように冷たい目で見られるということはあのおかげさまでなかったですそれは。その点は大変感謝しておりますね 都会先とあの東京の父親との間ではあのかなり頻繁にあの、えー、手紙のやり取りをしました。300通ほどの手紙が残されてありまして、コピーをあの取ってありますので、えー、いつでもあの今読もうと思えば読めるわけなんですね。その手紙からあのいろんな。 その当時の生活の様子だとかあるいは私たちが過ごしていた田舎の様子だとかっていうのがあの知れるんで食べるものにはことを変えてましたから父は出張で結構あちこち行ってますとやはりあのいろいろ珍しいそこの土地でないと買えないような珍しいものも疎開先の子供たちに送ってやったら喜ぶだろうなっていうんで何回か送ってくれました美味しくってそれを楽しみにしてたのは今でも覚えてますけども。 ただあのそういうそのまあ言うなればこう曲がりというか居候をしているわけで私たちのところでそういうその、まあ、いいものがあるとどうしてもやっぱり母屋というかそうするとやはり、えー、の子どもたちにあげる分が そちらの方に渡すとなくなっちゃうということで母があるとき気持ちは分かった大変ありがたいんだけどもあのもう送ってくれるなと送ってもらうとあのあちらの目がうるさいからとえ一度はそういうことでちょっと揉めたことがあったよというようなことを書き送っているのがありますねそれなどを見てみましてもやはりああのまあそんなにえ虐げられたわけではないんだけどもやはりそういうその 居候のつらさというかそういったようなものを母は感じていたんだろうと思います。父と母の間ではその出産を の準備のための手紙のやり取りが非常にあの多くなっています。手に入られないものとしては新聞紙だとか、から産着だとか、えー、出産の時の油紙だとか、いうようなものを送ってもらいたいということを手紙に書いてましたですね。結果的には9月の14日でしたか、あの無事に出産しました。その頃はあの郵便物も今みたいに えー、すぐに着くような状態じゃありませんから長い時で東京を出してから20日くらい経って、えー、九州に着くというようなことも頻繁にあったようですねそれも出した順番に着くんじゃなくて時としては順番が逆になるとかあるいは何日分かがいっぺんになってドカンと配達されるとか。 いうようなことがあのお互いに私たちのいる九州でも九州でも東京でもそういうことが頻繁にあったようです。父は子供の名前をつけるにあたって、えー、あらかじめこんな名前がいいよっていうことをリストアップしていたいたんですね。お互いにこう日付がずれたまんま手紙のやり取りをしていて、父は昔から私たちの兄弟にあの絶対に呼び間違いのない名前を字を使いたいというのが父の一つの憧れだったんですね。いざもう 届けけを出さなななればならない日が近づいてきたんで今まであった候補として挙がった中で一番おふくろが気に入った名前ということで「幸男」と名前を付けたその日に父が東京から「年とととしろいいうふううふに名,前名付けろという手紙を出して幸男」というのは場合によっては「幸男」とも読めるわけで父の,その読み間違いがない名前 ということにこだわっていたのが5番目の子にして初めて崩れてしまったということで後になってから父はそうだよなこれも戦争のせいだよな読み間違いがされるような名前をつけちゃったのは戦争のせいだよなっていうことで後に言ってましたね生まれた一番下の弟もあの母がお父が 十分に出ないで、まあそういう食料事情ですからお乳が十分に出ないで大変困ったようです。重思湯にあの若干の砂糖だとか、えー、いうようなものを入れてあの、えーまあえー、人工哺乳をしていたらしいんですが時々それでも新生児用にいろいろこう 粉ミルクだとかあるいは練乳だとかっていうものの、えー、配給があったようですね。練乳は私も美味しさを私の体で覚えてまして、えー、封を開けて、えー、赤ん坊用にとってある練乳を、まあ私もお腹が空いている状況だったもんですから、一口舐めたんですね。美味しいんですよ。ものすごく美味しい。もうちょっと、もうちょっとって舐めているうちに。 ハっと気がついたら電流が空っぽになってたと黙ってそこに戻しておいたわけですけどもそれをやっぱり母親がひでおが舐めたんだっていうことで大変怒られましてね土蔵に押し込められちゃったことがあるんですね夜になってからあのおお親のおばあさんが来て、えー、私が謝ってあ,るあげるからっていうんで許してもらったっていう経過がありますけども。 私もやんちゃでしたから、えー、母に迷惑をかけたなというふうに思うんですけどもその,その時の練乳はおいしかったですね今でも、えー、覚えてます。 1>, 1年生の1学期からあの転校したわけですけどもその年の通信簿をもらう時になった時に、えー、やけに点数が点数っていうか当時は有料化ですけども成績が上がってるんですね。で母が何でこんなに1年生の時と違うんだということでいろいろ聞いてみますとどうも私たちが使っている言葉が東京弁なわけですね。 まあ正しい標準語かどうかわかりませんけど、大変あの離発に聞こえるということがあったようで、学校の先生もそういう受け止め方をしたようですね。家の手伝いをよくする子どもを表彰するようなことがあったんですね。三年生になってからだったと思いますけども、その時に私も兄もその優良児の中に加えられまして。 えー、国旗掲揚台の上に載せられて名前を呼ばれて、えー、表彰されたことがあるんです。母も「もおも早くてしょうがないと」とそのお表彰時たるや、えー、帰ったらこんな言うことを聞かないんだということをいろいろとこう父に書き並べてい、えー、るような手紙も残ってますね。 授業の進行状態を、えー、父親にに手紙に書いてるんですね私はあの国語が好きだったもんですからもっぱら国語のお特本を読んでるよっていうふうな報告をしてるんですけどもね授業をするよりもあのいろんな、えー、川から石を運んだり、えー、なんかというかの勤労奉仕の時間がだんだん増えてきましたいわゆる小根油「昇昆湯松の根っこを掘って 学校に提出するそれからあのススキの方秋になるとススキの方を買って提出するということをさせられたですねそのススキの方はなんかあのいわゆるパイロットが飛行士がこの防寒具として襟の中に縫い込むと防寒効果があるというふうなことでえ 盛んにこう集められたということがあったようです。まあ、それも戦争協力なのかななんて思いながら、思いな、嫌だなって思いながらやった覚えがありますね。学校では空襲警報になると、もうそこで足止めになるんですけども、警戒警報が出ると、すぐにあの、それぞれ方面ごとに束になって帰りなさいという指示になるわけです。 警戒警報になって帰っていく途中で空襲警報になることもあるわけでそうなるとやっぱり怖かったですね。である時やはりあのかなり上空を爆撃機が B29 かどうかは分かりませんけどもお腹をこうキラキラキラから光らせながら変態になってゴーッとこう通過していくのを道端の藪の中に隠れてえ 出ると、見つかるぞという風なことがあって、対立をずっと見ていたことが、えー、ありましたしね。警戒警報のまんま解除っていうこともあったし、が、警戒警報が出て間髪を入れず空襲に切り替わるっていうことも。 ありましたので、えー、あの学校の方の授業はその都度打ち切りになるわけでしてやはり年明けて昭和20年に入ってからは学校の方もおろそかになってきたと。でどちらかというとあの勤労奉仕の方が多くなってきたというふうな印象でしたね。終戦のののににはあの夏休みでしたその前の日に あの彦さんという近くにあの信仰の山がありますけど彦さんにあの遊びに行っていた上級生が白いシャツを着ててそれがあの目印となって機銃掃車を受けちゃったとそれで白い服を着ちゃいけないと、えー、すぐに茶色なり、えー、グリーンなり要するに保護則に、えーあのまえー、服を染めなさいというそういう指示が出たんですね。緑色に染めるう 色素染め粉を母が持ってたものですからそういう指示が来たのですぐに染め上げて乾かしているときに何か重大な放送があるよっていう話を村の人から聞いて母が集会所から本家の方に聞きに行ったんですね母が帰ってきて戦争に負けたんだとよ何のために染めたのかねっていうね。その一言を今でも 覚えてますね戦争が終わるんだったら喋べるんじゃなかったとかいうような意味合いがそこには含まれてるんだろうと思うんだけどもそんなこんなであのグリーンの服をその後もしばらく着てたような記憶がありますね。 10月頃から母はそれの指示に従っていつでも準備ができるように帰れるようにっていうんであちこち駆けずり回って木の板だとか菰だとか縄だとかっていうものをこう買い集めていたようなんですが12月の20日頃に父が来てそれでいろいろ準備をして22日の日に騎士郎を立って。 年内に東京に帰ることができた農寒期ですからあの集落の中の村の野戸役所さんに荷車を借りることができたんですね当時は牛舎牛舎って言ってましたけどもね明け方の三時ごろその牛車に乗せられてご当時の駅まで行きましたとても寒かったのを覚えてますであの凍てつくような寒さで星が綺麗だったですね えー、明かり一つない農道を、えー、みんなで、えー、家族5人がおしゃべりもしないでじっとしてこれから先どうなのか分かんないわけですね無事に東京まで帰り着くか帰り着いた先で、えー、果たして食べ物はどうなのかという心配があったんでしょうね。 模型があったんですそんなものを荷物に入れるゆりはないっていうんで今でも覚えてますけれども玄関の棚の上の戸の棚釣り棚,釣,り釣り棚の一番端っこのところに残してきたまんまでしたね。他にもいろいろと残してきたものあるんだろうと思うんですが子供心にはその電気機関車の模型がもったいなかったなっていう気がしてますね。 卒業して就職して間もなく職場におりましたある写真好きの友達が、えー、近くで8ミリの講座があるんだけども行かねえかっていう声をかけてくれたんですねその講師をしておられた方が、えー、諸ガ浩二さんっていって写真家なんですけども講座が一通り終わったところでこのまま 別れちゃうのはもったいないねなんかその会を作ろうよとグループを作ろうよということで、えー、ある人が発起人になってグループを作ったんですねその作られたグループが東京エイトというまあ8ミリだからエイトだから東京エイトというグループだったんです東京エイトの例会をやってるうちに東京でオリンピックが開かれるという1964年のオリンピックが 開かれるということになってこれを一つある程度記録に残そうよっていうんでグループの制作としてそれぞれがカメラを持ってマラソンだとか開会式だとかいうようなところに観客として撮られたのが今でも 東京エイトの作品として残っておりますけども私は残念ながらその時に集団で撮影するところに参加できなかったオリンピックが終わってから間もなく、えー、パラリンピックっていうのがあるよっていうふうに聞いて、えー、変わったのがあるんだねってじゃあそれを撮ろうかなって言ってパラリンピックの開会式を探し当てて、えー、カ彼ラ持って行ったんですね。 後からお聞きしたところによるとその64年に開かれた東京パラリンピックというのはパラリンピックと銘打たれてから最初の第1回のパラリンピックだというふうに聞いたんですが車椅子の人が大勢いて、えー、いろいろこうやってるんですけどもなんか第一印象とすれば大きな会社の社員運動会のような感じでしたね。 えー、特に入場券を求めなければいけないわけではなしもちろんグランドの中に入ることはできませんけれどもどこへ行っても観覧席の囲いの中ならばどこでもいいしとてもフランクな感じの会場だったということを覚えています。 集団疎開であの行った子どもたちが大変なあの経験をしたという記録は研究者の間でもあるいはいろんな記録でも公になっているのがたくさん目につくんですね。だけどあ遠古疎開で行った子どもたちが、えー、どんなだったのかなっていうのはあんまりこう記録を見ないんですね。繊細で、えー、肉身を失うとか あるいは戦地でに肉親が亡くなるとかいうようなことがない人たちの中で間でも程度の差はあるでしょうけどもやはりそういったその戦争被害みたいなものは生じていたんだなというような辺りをやっぱり分かってもらえればなというふうな気がしてますね。このまま黙っているとと何年か経つと疎開したっていうけども 全然戦争関係ないところで暮らしたんじゃないのっていうふうなことになってくるんじゃないかなってそんなことないよということをやはり証言しておかなければいけないかなという気が最近してます。